一つはやはりロンドンも東京も成熟した都市ですので、ロンドンがですねどういった施設計画や、それからどういった運営をしているかというのが大きな参考になるだろうということで、そういったものを調査を行ってきました。また招致活動の一環でですね IOC や、その関係者には招致を働きかけると、今この2点で活動を行いました。実はウンボっていう組織がございまして、これはオリンピックを過去行った都市の集まりです。そのパーティーでですねジルベール・フェリーさんという IOC の事務局長さんと直接お会いすることができました。実質ナンバー2とも言われている方でして、東京がですねアスリートにとって最高の計画を持っているということを説明いたしました。フェリーさんの方からですねぜひ頑張ってほしいという話がございまして、これをきっかけにしてですね、これからさまざまな招致のですねアクションを彼に対しても行っていきたいというふうに思っております。今回日本のアスリートが活躍することで、例えばなでしこジャパンの準々決勝だったでしょうか、準決勝だったでしょうか、信者にもかかわらず視聴率が平均3割、瞬間で4割ということで、やはり非常に大きな関心を呼んでいると思います。一方こちらもですね、こちらでもですね、このジャパンハウスという、東京都が招致の招致委員会がですね招致のために作っている場所なんですけども、かなりのですね IOC 委員や関係者の方が訪れているということ、それからフェリーさんの話なども伺ってもですね、相当東京に対する期待が大きいというふうに考えております。